江戸時代、池田家藩主の憩いの場として利用された後楽園。その後楽園で当時お殿様が食べたとされる料理の再現レシピが完成し、関係者に向けた試食会が開かれました。一体どのような料理だったのでしょうか。刺身に鯛のお吸い物、式味噌など、江戸時代7代藩主池田成俊が大名家をもてなしたごちそうの再現です。上品な美味しいです。本当にこう大名気分の美味しさが感じられるようなお食事で。岡山県は県郷土文化財団などと今年4月から文献資料を参考に後楽園で殿様が食べた料理の再現を進めてきました。後楽園の新たな魅力向上が目的で、文献に残る食材を参考に味を現代風にアレンジしたものが試食会で披露されました。刺身には醤油ではなく煎り酒が。私は鯛やアワビなどを式味噌でいただきました。ではいただきます。この味噌の中に柚子が入っていて、とてもあっさりしています。鯛の旨味というのもしっかりと引き立っていて美味しいです。例えば卵はこのぐらいの厚さに切ってほしいとか、そういったことがエピソードとしてあるわけですね。そういった歴史的な事実っていうものがあって、それを再現した、ぜひですね、その後楽園の歴史にもですね、思いを馳せていただきたいなと思いますね。岡山県は今回完成したレシピを参考に、今後飲食店などでの提供も検討し、岡山県の PR につなげたいとしています。